さあ、続いては月曜おなじみのこのコーナー、午後グランパス。グランパスは主力選手が不在だった J リーグナビスコカップで2連敗をしてしまいましたが、昨日は3連勝を続けているリーグ戦で横浜 FC と対戦しました。グランパスの好調な攻撃陣を引っ張るノルウェー代表4戦、日本代表の本田、代表の試合で不在だった2人が戻ってきました。しかし開始早々、ゴールキーパーの奈良崎が味方選手との交錯で負傷します。奈良崎は交代。ここまでリーグ戦無失点の守護神を欠き、チームに嫌なムードが流れます。そして後半17分、リーグ戦初失点で初めて追う展開となります。しかし2分後、杉本が同点ゴール。待ちに待った今シーズンの初ゴールです。得点につながったのはこのプレー、左サイドの本田、パスを奪われた直後即座に守備に回って奪い返します。早い攻守の切り替えで相手を崩しました。得点シーンはいいディフェンスから、ね、入れたっていうのが良かったかなと思いますし、素早くボールを奪った後にすぐ攻めることができればチャンスになるとは思ってたんですけど。流れを引き寄せたグランパスはさらに2分後、杉本が今度はチャンスメイク。最後は山口が決めました。グランパスは失点からわずか4分間で逆転に成功、4連勝で首位を守りました。今季初失点だったので、まあ、それからすぐ返せればどうにかなるとは思ってたんですけど、本当に点が取れるっていう自信はあったんで、そういう意味ではまあ逆転できてよかったと思います。勝つことが一人一人の自信につながっていると思うんで、このまま自分たちのサッカーし続けて勝ちたいなと思います。グランパスはガンバ大阪と勝ち点で並んでいますが、得失点差で上回り首位を守りました。開幕4連勝は11年前のシーズン以来です。グランパスの次の試合は4日に瑞穂陸上競技場でナビスコカップのアルビレックス新潟戦、7日にはホームのトヨタスタジアムでリーグ戦のサンフレッチェ広島戦です。以上、午後グランパスのコーナーでした。